あなたを一生このうちに縛り付けておくのはいけないことだって言うのよ。はい。あなたまだ若いんだし。姉さん、すいません。浩二さん、ずいぶん濡れたわね。私がこの家を嫁に来た時、浩二さん7つだったのよ。可愛かったわよ。浩二さん、もしあなたが本気になってこのお店やるんなら、使用人なんかいなくてもやってけんのよ。姉さんと俺とでかい。姉さんみたいに半年足らずの結婚生活で18年棒に振るようなそんな女いないよ、今はね。俺はここにいたかったんだ、姉さんのそばにね。浩二さん、お願いだから帰ってきて。